さあ、月一恒例のコーナー、ラララボ応援松本山雅でございます。さあ、スタジオにはですね、松本山雅 FC プラスアンバサダーの片山雅人さんにお越しいただきました。片山さん、J1 昇格おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。いや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 ね、なんかそれこれありますか。はい、じゃーん、もう完売してる。これは何ですか。これこれは昇格をね、急に作られたタオルですけど、はい、今ちょっと完売状態なんで、増販するかどうかを今検討中という調整中です。あ、そこなんですね、はい、こういう現物も。そうなんですよ、手にしたいという方大勢いらっしゃると思いますので、ぜひ、ね、お願いしたいと思います、はい、これあのね、実は裏真っ白になってて、あのね、すごいね、サインの書いてもらいやすいような素材になってるんですよ。そうです、ラスト欲しくなっちゃう。そうです、書いていただきましょうね。そのために。そうです、そうなんです、はいはい、さあ、片山さん、はい、長いリーグ戦終わりましたけどね、今シーズンもね、改めて一言で振り返ると、まあ、本当に全員がね、頑張って昇格を成し遂げた、あの素晴らしいシーズンでしたし、はい、まあ、本当にいろんなことがあったシーズンでしたけどね、気持ちいいシーズンでした。そうですよね、まあ、勝ち点83ということで80度大台に乗せました。ほんま優勝してもおかしくない勝ち点ですから。そうですよね、過去のデータ見るとね、うん、堂々の2位ということで、はい、J1 の自動昇格が決定いたしました、はい、ということで、まあ、大きな成果を挙げた今シーズンなんですけど、まずはですね、最終戦から振り返っていきたいと思います、うん、いい試合を振り返りましょう、はい、最終戦、水戸ホーリーホックとホームアルビンで再戦しました、まずはですね、前半39分のこのシーンからご覧いただきます。このシーンか、はい、浅いところに、フリーキックからのボールを犬飼が頭でつなぎ、大久保が決めて先制しました。まさかこんな試合でね、オーバーヘッドで決めますかいって見て感じです。こっちからしたら素晴らしいシュート、見せましたよね。仲良しの勇気が決めてくれたっていうのもね、嬉しかったです。さあ、そして後半7分には追加点を挙げます。こちらスローインで切り替えが遅れた相手の隙を突く形で山本が頭で叩き込んで追加点を挙げました。やっぱりこう成長しましたね、山本もね。ここも相手の後ろから前に入ってるヘディングなんで、やっぱり勝ちたいという気持ち、点取りたいという気持ちがこれ出てますよね。おりゃね、シーズン後半は存在感示しましたよね。当初はね、心配したんですけど、はい、成長しましたね。そうですね。さあ、さらに3点目のシーンもこちら。あ、問題のシーン、はい、問題のシーン、問題のシーン、ね。今年の山川を象徴するようなセットプレーからの得点、これ飯田が決めたんです。いやいや、これオンゴールでしょこれ。ちょっともう一回見てみましょう。俺は認めへんよこれ。飯田本人喜んでますか。よく見ましょうか。よく見てみんなも。どう。まあ岩上のコーナーのキックのすごい良さってる。これはもう飯田選手の得点ということで、いや認めないです。公式では一定の得点になってるけど、俺は認めないですよ。でも触ってたわ。何はともあれ、3対0 で、 ですね、はい、最終戦を飾りました、はいはい、改めて水戸戦振り返って、まあ、やっぱ山川のいいところが全て出た試合でしたね、うん、失点も0でしたし、得点も3点と、ね、最後まで走り切れてましたし、やっぱりいろんな選手の気持ちがね、そうさせたんですね、はい、最終戦で、はい、そしてファンの気持ちもすごく入ってた、うん、めちゃくちゃいました。大勢の方がお見えになりました。なんとアルビン今季最多の18,496人が多分これ以上入らないっていうぐらいいました。立ち見客もいっぱいいたので、キャパのほぼ満杯状態、会場前の列もすごい長くて、どこまで続けるのかなっていうぐらいでした。すごいありがたいですね。やっぱり昇格を含めて J2 最後の試合を見届けたいっていうね、思いが強かったんでしょうね、はい、でリーグ戦が終了しまして2位と、はい、悲願の J1 昇格を果たしたわけですけど、ね、はい、今シーズンのポイントを一つ挙げるとすると、はい、一つありますよ。ちょっと一つ絞れないですか。ハイさんの加入とかね、バカリの活躍とか、はい、いっぱい、いろいろある中であえて一つ挙げるとすると、僕はこれを挙げたいです。はい、そして時矢の足元シュート。いやー、ここの村山、ゴールキーパーの村山ですか。そうですね、まあ、村山の成長っていうのが本当に今シーズン、すごかったですし、彼に救われたシーンっていうのは何個もあったと思うんですよね。ここもそうですね、戻してダイレクトでシュート、まあ、伸ばしてる、ね、ここもよく、まあ、彼はじめとした守備陣の頑張りっていうのが今年の本当に大きな要因の一つかなと。ただ攻撃陣はフォーカスされること多いと思うんですけど、シュートもすごいいいシュートでしたけど、守備の力があったからこそ、まあ、最高のコースでしたけれどもね、まさにね、山田の守護神というか地位を、ね、確立した感じですよね。で来年からいよいよ J1 に、ね、ある参戦ということになりますけれども、はい、うん、J2 と J1 の何が違うんですか。今回フリップを、ね、用意していただいて、はい、いくつのポイントがある、はいはい、一つ目はね、一つ目こちらですよ。プレーが変わる、プレーが変わるって具体的にはどういうことですか。
まあ、やっぱりプレースピードも含めて全てが変わるんですよね。パスのスピードであったり、相手が寄せてくるスピードであったり、まあ、そういう部分がもう J2 とは全然違う。あとシュート一つ取っても、今まではね、そこから打ってこうへんやろと思ってたゾーンからのシュートも飛んできたりして、しかもそれがしっかりゴールの枠に入ってくると、正確なシュートが飛んでくると、そういうことですね。はい、あと松田さん、プレースタイルもだいぶ変わるんですよね、はい、J1 はね。知ってますね。ガッチ。そうなんですよ。プレースタイルも、やっぱ J2 はね、はい、ロングボールとかフィジカルとかを全面に押し出すようなサッカー多いですけど、はい、はあはあ、J1 の選手は上手いんで、パスを細かくつないで、そういうサッカーしてくる。なるほど。そういうところの対策、はい、で、うちもそういうサッカーを少しはしていかないと、はい、なかなか簡単にいかないので。全く違う戦術が要求されるという、はい、そうですね。はい。じゃあ2つ目は何でしょうか。2つ目はこれですね。有名選手が続々登場。大変ファンとしては楽しみにしていることです。ガンバに、レッツに、アントラス、マリノス、そうそうたるチームがいるわけですから。もちろん日本代表選手もいるわけですから、スター選手がある意味来るんですからね。嬉しい。それだけじゃないですよ。アウェイのサポーターも一緒に来るじゃないですか。はいはいはい。レッツもまた全然違うんですよ。ほんとだ。レッツサポーターとかレッツとかガンバのサポーター来るんですよ。仲良くなれますかね。大丈夫ですかね。仲良くしてください。よろしくお願いします。本当にJ1 は注目度も違うでしょ。やっぱりね、全国で取り上げられるんで、今もそうですけど、かなり注目度上がってますからね、うん、このマッチは。そうですよね。そういう意味でも注目ですね。はい、はい、さあ、そして最後のポイントは何でしょうか。最後のポイントはこちら。まあ、下位3チームは降格。まあ、行く前から降格の話したくないですけど、はい、まあ、下位3チームは自動で降格するんですね。そこがまだ J2 と違うところです。そうですよね。また J2 に比べて J1 はチーム数少ない中での3チームですね。で、最近よく見るとね、今調子いいガンバとか、はい、まあ、今年で言うとセレッソ、はい、清水、大宮、うん、そういうのすごい強いチームと言われるようなチームも落ちてくるような、うん、そういうリーグに来る。本当ですね。そうしましたら1年目の目標としてはどういうところに、まあ、やっぱりやるからには、ね、優勝、これは絶対目指してやらないといけない、はい、けど、はい、やっぱりまずは残留してほしいなと。しっかりこう掴んだJ リーグ、J1 掴んだわけです、はい、それを離さずに、その言い続けてほしいという。本当に頑張ってほしい。いや、ドキドキですね、本当にね。ドキドキですよ、マジで。言ってしまう感じですけどもね。じゃ最後にですね、昇格の後押しをしてくれたサポーターへ、二山さんから一言お願いします。まあ、今シーズンいろんな方が熱い応援してくれて、昇格することができると思い、できたと思います、はい、これみんなの昇格なんで、皆さんにもおめでとうございますと、そしてありがとうございますと言いたいです。まあ、あとは本当に来年 J1 ということで、より一層ね、チーム一丸となっていかないとなかなか厳しいリーグだと思うので、来年は、より一層の力を僕らに貸してもらって、一緒に戦って J1 でも旋風をね巻き起こしていきましょうということを皆さんにお伝えしたいです、はい、本当に今年はありがとうございます。はい、ありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。さて、この J1 昇格を決めたマッチのテーマが FC ですけれどもね、12月7日の日曜日、来月の日曜、7日の日曜日ですね、パレードを行います、はい、会場は松本郵便局前から国宝松本城までの間です。時間は10時30分から11時の予定です。その後ですね、11時30分からはですね、松本城本丸庭園で J1 昇格の報告会が行われる予定です、はい、こっちもぜひ。でも盛大にみんなでやりましょう、盛大に。はい、以上、ダラの応援松本山鹿のコーナーでした。